対艦兵器は艦船に対して用いられる兵器。主に航空機から発射される空対艦兵器、艦船から発射される艦対艦兵器、地上から発射される地対艦兵器がある。第二次世界大戦中、航空機が使用する対艦兵器としては、方向兵器やロケット弾、魚雷、無誘導爆弾などが用いられていた。その後、 精密誘導兵器の開発が進むと、まず誘導爆弾として導入が図られることになり、1943年にはドイツ空軍がフリッツ X を、1945年にはアメリカ海軍がバットを実戦投入して、前者はイタリア海軍の戦艦、ローマを撃沈する戦果を上げている。またこれと並行して推進装置を備えた。 空対艦ミサイルの開発も進められており、ドイツ空軍では1943年より HS-293 も実戦投入した。対戦後、ソビエト連邦では、ナチスドイツから獲得したミサイル技術も踏まえて、巡航ミサイルの開発を進めており、1953年にはミグ -15 戦闘機を無人化したような設計の KS-1 マイナスを収益させ、これが、 同国発の空体艦ミサイルとなった。その後も順次に開発、配備が進められていき、1966年には最大射程350回りという長大な射程を誇る KSR-5 が配備された。ただし、ソ連では政治的な理由もあって、このように戦略爆撃機でなければ搭載できないような大型、長射程のミサイルの開発が先行したため、 戦術的に使用できるようなミサイルの開発が開始されたのは1960年代中盤になってからであった。これに対して西側諸国ではむしろ比較的小型、単射程のミサイルの開発が先行しており、まず1959年、アメリカ海軍の対戦障害機が浮上した潜水艦を攻撃するための兵器として指令誘導式のブルパップが配備された。その後、 1970年代には、北、大西洋条約機構諸国でも、電波、高波ホーミング誘導式の空対艦ミサイルの実用化が相次いだが、これらの多くは SSM とファミリー化されていた。これらのうち、特にエグゾセは1982年のフォークランド紛争で実戦投入され、駆逐艦、シェフィールド撃沈などで有名になった。大砲が艦船に搭載されて、 漢方として用いられるようになったのは14世紀からとされているが、当時の大砲は決して船を破壊したり沈めたりするものではなく、弓と同じように人間を殺傷することを目的とした兵器であった。その後、19世紀にかけて炸裂弾の導入と砲弾の大型化によって破壊力は飛躍的に強化されたが、 重砲火に伴って発射間隔が長くなり単位時間あたりの投射火力がかえって低下したことや射程の延伸に見合った照準方法が間に合わなかったこと、また走行の技術も発達したことから皮肉にも19世紀後半は大砲の効果が大きく減災された時代となった。この時期には水雷兵器も発達しており、まず小型ボートを用いて敵艦に、 外装水雷を接触させる方法が用いられた後、自ら推進する魚雷が開発され、水雷艇など小型艦艇の主な対艦兵器として広く用いられるようになっていった。一方、大型の戦闘艦については、速射砲の登場によって中高径砲の破壊力が向上し、また、砲術の発達によって重砲の破壊力を効果的に用いることができるようになると、 より大光景、強力な砲を搭載できるように艦を大型化させるという大環境法主義の時代が到来した。その後、航空機の発達とともに航空主兵論が台頭し、第二次世界大戦で艦艇に対する航空機の優位が明確になったことから、軍艦の装備としては対戦兵器や対空兵器が重視されるようになっていった。しかし、ソビエト連邦では、 艦上から発射する巡航ミサイルを対艦兵器として使用することの有用性に着目して、まず単射程の P-15 を先行して開発し、1959年よりミサイル艇に搭載して配備を開始した。また、翌1960年には250回りという長大な射程を誇る P-6 が登場し、こちらはアメリカ海軍の空母任務部隊への対抗策として、 潜水艦やミサイル巡洋艦に搭載された。これに対し、アメリカ海軍では当初艦対空ミサイルで対艦兵器も兼用する方針であり、また対戦中に建造された放送型巡洋艦などの強力な艦砲が多数残っていたこともあって、艦上発射型の巡航ミサイルはまず対地用の戦略兵器として配備された。一方、 西側諸国の中でも周辺諸国に対して海上兵力で劣勢にあった北ヨーロッパ諸国やイスラエルでは早くから艦隊艦ミサイルに着目しており1966年にはスウェーデンが RB08 をまた1972年にはイスラエルがガブリエル、ノルウェーがペンギンを配備した1967年にはソ連から提供された P-15 ミサイルを搭載したエジプト海軍のミサイル艇が、イスラエル海軍の駆逐艦、a ーラー t を撃沈する事件が発生し、西側諸国に SSM の脅威を強く印象づけた。続く1973年の第4次中東戦争では、イスラエルとシリアのミサイル艇同士の交戦が発生し、海戦のミサイル化を象徴する戦闘となった。 これらは、艦上発射を前提として開発されたものであったが、その後は、蒸気のようにハープーなど ASM と共通化した SSM が主流となっていった。巡航ミサイルを艦船に搭載して、対艦兵器として使うようになるのと並行して、これを地上からも運用する、死体艦ミサイルが登場した。一方、ソビエト連邦では、弾道ミサイルを体幹兵器として使用することも、 検討していた。まず潜水艦発射弾道ミサイルである R-27 をベースとした対艦弾道ミサイルとして R-27K を開発して1970年より発射試験を開始し良好な成績を得た。またアメリカ合衆国でも1970年代より配備された準中距離弾道ミサイルであるパーシング2で良好な射撃精度を得ると これを対艦兵器として使用することも考慮されるようになった。しかし、第一次戦略兵器制限交渉や中距離核戦力全廃条約の影響もあって、いずれもアスムとして配備されるには至らなかった。1990年代以降、米中間における軍事的衝突の潜在的可能性を踏まえ、中華人民共和国が接近阻止。 領域拒否能力の整備に力を入れるようになると、ASM の開発、配備も推進されるようになった。2010年には MRBM をベースにした DF-21D、また2018年には中距離弾道ミサイルをベースにした DF-26B が配備を開始している。ありがとうございます。